大人のれいかちゃんへ子どものれいかちゃんの加さつえでの撮影の時はおはおしできる時がなかったから今日はお手紙書きました子どものれいかちゃんはワンテンポ遅いゆっくりのんびり屋さんで元気をくれたはじめくんとも離れ離れになっちゃったしお手紙も来ないし大丈夫かなって思っていましたでも大人になったれいかちゃんを見て 泣いてないし、怪我もしてないし、写真撮ったり元気そうで安心しました。